はい、やっていきましょう。ちょっとここまでいこうかな。まあとりあえず始めよう。2つはやるんですが、はい、後編、はい、自動再生。夢ですか。ほう、そう、ユージのことでも分かる通り、上層部は呪術界の魔窟。そんなクソ呪術界をリセットする。できる？上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革は起きない。ほう。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。まあ確かに。だから僕は教育を選んだんだ。強く悟い仲間を育てること。ほう。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てるつもりか。いけるやん。いや、まあそれはそうなるわ。いじちうるさい。ユージ、おかえり。よっ、ただいま。記録上、ユージは死んだままにしてくれ。また狙われる前に、ユージに最低限の力をつける時間が欲しい。じゃあ、イタドリがっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。え、それ理由？何人たりともね。どんな理由よ。五条悟る、やはり我々が束になっても殺せんか。ほう。ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めする。封印。封印？その手立てを。特級呪物獄門鏡を使う。ほう、なるほど。獄門鏡持っているのか、あの意味者を。獄門鏡をわしにくれ、収集に加える。その代わり五条悟るはわしが殺す。できるか。はい、いいかな。どうしよっかな。始めよう。こっち行こう。はい。呪力の解説に戻るけど、みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。ほう。逆に大きく感情が触れたとき、呪力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、ユージにはかなりしんどいのやってもらうよ。マジで？映画鑑賞。どういうこと？映画鑑賞？もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。あれか、学長のやつか。何このキモかわいい人形。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。これがどんな感情下でも一定の呪力出力を保つ訓練。いってー、せっきりもっとバトルもんだと。
バトルならさっきやったでしょ。ユージは基礎をマスターすれば強くなれるよ。あ、まあ最近までパンピーだったからってことか。はい。どの任務がいいかな。水人間って何を。ああ、じゃあ始めよう。行きましょう。ロバラちゃんバトルするの。30回以上受けない。はい。これでいいのか。パンダとあかんか。さっさと終わらせるわよ。はい。まあやっぱりさっきの方が先だったね。はい。いつか何ちゅう顔してんのよ。おっせえよめぐみ。何してた。何でもいいでしょ。全員先輩の呪術師としてどんな人たちを助けたいですか。あ、別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。ほう、知らなきゃよかった。あ、伏黒いや、なんちゅうかよ。面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。面接、まあ、確かに。あの二人は何してんですか。確かに。受け身の練習。はあ。野原、そんなもんか。まだまだ。パンダは一体どういうことなんだろう。で、バトルかな。負けん。その息だ。その面へこませ。当てる。詰まるし。当てる。やれ。なめんな。もらう。詰まるし。よっと。当てる。連撃で攻める。私の実力はこれで好き。殴らせろ。やばい。当てる。自分の目的だ。ちょっと。当てる。電撃で攻める。やばい。直接打ち込む。スレージュ。うん、これ式でうろたえる私じゃないのよ。強く足りないわ。
なんだろう。決まった。そんなん余裕に決まってんでしょ。達成内容よ。中級パー。毎回押さないといけないのかな。パンダはパンダ。どの任務がいいかな。じゃあまあ2まで行って終わろうかな。始めよう。はい。これでいいのか。負けねえ。はい、満身に交流会まで一月半ボサボサしてんなよ。お前らは近接弱っちいからな。はい、感じました。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。行きましょう。行きますよ。よそ見すんなよ。慎重に行こう。近接もできるんだよ。私が先だな。ほらほら攻め。近接もできるんだよ。はてえな。隣接もできるんだよ。攻めすぎ。準備はいいか。ちょっ右だ。くらい。まずは肩慣らしだ。攻めそら。攻めてめえの攻撃は見切った。ほら楽しませてくれるじゃねえか。置いてくぞ。攻めガードごと破れ。引っ込め。ほらよ、私を舐めすぎだな。ごめん、死んどけ。ガードごと破れ。ママ強く切りだ。ゲイ、これで終わりなのかよ。これ見てるとんだ。大した手がもなく終えられた。はい、そんなもんだ。これで A なの。達成内容だ。マジで基準が分からん。よし、ここまでだな。はい、自動再生をその毎回忘れるよな。めぐみ、どうした。いえ、戦いの時に授業をどう持ち運ぶべきかと。呪具の持ち運びか。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。全員先輩は2つ以上持ち歩くこととかザラですよ。どうしてるんですか。パンダに持たせてる。飽きるやん。聞かなきゃよかったパンダ。参考にならん。お前あの時なぜ逃げた。そういう意味だったんだ。ほう。先輩、なんとかなりそうです。マジで、マジで。はい。ほう、ま、おう、増えた。マジ3、4があんのか。なるほど。まあ、じゃあとりあえず今回この辺にしときますかね。はい。
さあ、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よし、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは。チャプターが選べるみたいだ。